どうも、一生ダイエット中、鬼滅のデブ、モーターズ、内原です。デジタルミラーはジムニーにありかなしか。今日はそんな話題を取り上げていきたいと思います。まあ私のようにですね、 JA11 のジムニーに乗るような偏屈なジムニーユーザーにしてみれば、アナログことがジムニーの正義であるとも言えるわけなんですけども、最近はデジタルミラーというのがどうやらジムニーにも需要が高まっているというふうに聞いておりますと、いやいやいや、けしからんって思う方がもしかしたらいるかもしれません。私も含めて。で、そこでですね、最近のジムニーユーザーにはどう捉えられているのか、はたまたジムニーのプロショップはどうおすすめするのかというのをですね、今日はこちら神奈川県にありますジムニーのプロショップ、アピオさんにお邪魔してその辺をお伺いしていきたいと思いますので、どうぞこのままお見逃しなく。それではご登場いただきました、ジムニープロショップアピオの高橋さんです。高橋です、どうぞよろしくお願いします。本日はお願いします。こちらこそよろしくお願いします。アピオさんはモーターズチャンネル何度となくご登場いただいたんですけども、はい、高橋さん自体は初めてのご登場、ね、そうですね、今回初めてですけども本当によろしくお願いいたします。普段は高橋さんはアピオさんの中でどのようなお仕事をなさってらっしゃるんでしょうか。基本的にですね、プロショップアピオのフロントを担当しております。その他雑用何でもやります。なるほどですね。もうお客さんにとって頼れる高橋さんです。もう何でもおっしゃってください。というわけでですね、今日はですね、僕の無茶ぶりな疑問にちょっとお答えいただきたいんですけども、はい、早速なんですが、このいわゆるドライブレコーダー搭載のデジタルミラー、はい、これはジムニーにとってありなのかなしなのかみたいな疑問が僕の中でありまして、はい、で私ちょっと JH1 に乗ってる、まあ、いわゆる硬派系ジムニー乗りといったところでしょうかね、まあ、そこからしてみるとアナログコースがジムニーの正義なのかなとは思ってたんですけど、はい、いかがでしょうか。まず人にはそれぞれ好みとかあるので、はい、一概に絶対これがいいとは言い切れません。けども絶大なメリットがあるのは間違いないです。なるほど。まずですね、アルパインさんのデジタルミラーなんですけども、はい、通常はこれを後ろを見るための器具でございます。そうですよね、はい、しかしながらここを切り替えることってフロントにもカメラがついておりますので、このミラーがフロントカメラとしても利用ができます。どうしてもジムニーの場合はこういう風にボンネットとかがですね、ちょっと高めの車ですので死角が生じるんですけども、はい、その死角をこれによって補うことも可能なものになります。完璧ではありませんけども死角も補います。まずフロントを見渡すことができるというとことですね。この感覚はちょっとジムニーのプロショップさんならではの視点ですね。はい、あともう一つあります。特にジムニーにお乗りの方は後ろに道具を満載でお出かけになること、はい、機会が非常に多いと思います。はいはいはい、そうですね。でその時ネックになるのが、はい、うわー荷物もっと上まで積みたいんだけど、これ以上積むとミラーで後ろが見えなくなっちゃうから、これぐらいにしとこうかなっていう風に思ってる方結構多いと思うんですよ。あー、そうですね、はい。ところがどっかこのデジタルミラーにしますと、カメラ自体がバックドアのウィンドウに装着されているので、荷物の積載量の高さに関係なく、はい、リアのバックドアのウィンドウから見る画像をそのままここに映すので、荷物を積んでもここでリアの視界が確保できるという大きなメリットがありますね。これはこれでちょっとジムニーにとってはありかもしれません、ね、相当ありだと思いますね。で最近ですと、アピオさんで車両を購入されるお客様にもおすすめはされているような、そうですね、この4月からこちらの商品をですね、はい、アピオでもご案内をさせていただいております。皆さんどんなリアクションといいますか、これはどうなのかみたいなところで言うとどうでしょうか。当店ですとですね、もう年齢層が幅が広いので、はい、まあ、若い方から人生の経験を積まれた方まで全てのお客様にですねご案内させていただいてるんですけども、一応にやはりご興味を持っていただけますね。あ、なるほど。なんでアピオさんがデジタルミラーを紹介してるんだいなんていうふうに、はいはい、私のお話を聞いていただける場面が非常に多く感じられますね。デモカーもご用意させていただいて、実際にご覧いただいて、はいはい、やっぱり僕が100サビルよりも1ミリいただいた方がはるかにですね、はい、効果は大きいので、私たちが当初想定したよりも手応えよく感じられますね。そうなんですね。でですね、ちょっと打ち合わせで聞いたんですけど、はい、何やらアルパインさんとアピオさんで、はい、オリジナルのちょっと試みをされてるというふうに聞いてるんですけどちょっと詳細まだ伺ってないんですよ、はい、そこちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。そうですね、はい、今回はこちらデジタルミラーにも、はい、ジムニーの顔がオープニングに、はい、表示されるという機能をアルパインさんのご協力のもとにですね、はい、そのような機能を付け加えさせていただきました。あ、なるほど。それは今までのジムニーフェイスではないということですか。
さすが内原さん、勘がいい。そうでございます。アピオにはですね、はい、主力商品の一つとしてフロントグリルがありございます。はい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 、でアピオのフロントグリルは今3種類ございます、はい。タクティカルフロントグリル、はい、もう一つがヴィンテージアイアングリル、そして SJ グリルというですね、はい、3種類のグリルがございます。ですので、それぞれのグリルがですね、オープニング時に表示されます。つまりお客様のお車と同じ顔をしたジムニーがオープニング時に表示されるという機能がついております。なんとつけました。そんな つけていただきました、アルパインさんに。なんとなんと、ではぜひ高橋さん、今実演していただいてもよろしいでしょうか。承知しました。かかりました。はい、かかります。そろそろオープニングが始まりますね。おお、完全にアピオジムニーフェイスになってますね。アピオジム、そしてここにアピオマークがつくということですね、はい。この車は実際にタクティカルフロントグリルを装着してますね。これ、はい、オーナーさんとしてはめちゃくちゃ嬉しい演出じゃないですか。やっぱりそうですね、アピオジムニーをご購入される方の多くはですね、アピオさんのフロントグリルがとても気に入ったんだよというふうにですね、はい、おっしゃってくださる方非常に多いので、はい、おすすめのアイテムでございます。今まで購入された方も含めてこれ欲しいって手がもう見えてきてそうですね。実際乗り込んじゃうと自分の車のフロントグリルとは見えないんですけども、はい、乗り込んでいただいても自分の車のフロントグリルが確認いただけるというですね、はい、つけてよかったっていうふうに思っていただけること間違いないと思います。いやー、これは素晴らしい。もうお見それいたしました。さすがです。とんでもございません。アルパイン様のご協力のおかげでございます。それでは高橋さん、はい、さらにちょっと突っ込んでお聞きしたいんですけども、はい、こちらのアルパインさんのドライブレコーダー搭載のこのデジタルメガですね、はい、ご紹介するとしたらどんなストロングポイントがあるとそうですでしょうか。昨日は先ほどご案内させていただきましたけども、はい、それ以外で言うとまずはですね、はい、デザイン性の良さですね、まあ、見た目はいいですよね。見た目がですねとてもいいです。もう最初からついていたかのような、はい、標準装備かのような室内とのこの一体感、はい、でこの樹脂のこのですね脂肪加工ですね、はい、これの非常に自然な感じ、まるで純正かのような仕上がり、はい、そしてこの部分っていうのは走行中ほぼ絶えずと言っていいぐらい目に入る部分ですね、はいはい、ですのでこの部分というのがやはりグレードアップすることで乗ってる時の運転する時の満足感というのは間違いなく向上すると思います、はい、なるほど。はい、俺いいもん持ってんな、いい機械つけちゃったなっていうようなところはですね非常に感じていただけると思います。もう一つがですね、はい、ドラレコ機能が内蔵されています。しかも前後ドライブレコーダーです。これだとこのスマートな筐体の中にドラレコも内蔵されておりますので、はい、特にジムニーというのは決して室内のこのウィンドウの面積広くないので、はい、いろいろものがごちゃごちゃしちゃう感がありますけど、はい、そういった部分というのも非常にすっきり、ごちゃごちゃしてしまうとせっかくおしゃれなジムニーを、はい、まあ、ちょっと損なってしまう部分っていうのがありますもんね、はい、ありますね、はい、まあ、そんな中でもですね、この一体型っていうところがまたこのアルパインのデジタルミラーのそうです、ね、ストロークポイントだと思うんですけど、はい、実際かぶせ型のものと比べると、はい、いわゆるアクロとかの走行の時において優位性ってあったりするもんでしょうかね。そうですね、走るその条件にもよりますけども、アクロを走ると必ずと言っていいほど振動というのは絶対発生します、はい、ですので取り付ける取り付け方もしくは走っている条件によってはミラーがずれたり動いたりっていう心配が起きる可能性というのは非常にありますけども、はい、こちらのアルパインさんのですねデジタルミラーでしたらまずミラーが一体、はいはいはい、でかつご覧ください、はい、こちらの取り付けして自体も専用品のダイキャストの鋳物でできている製品でございますので、はい、もう非常に頑丈に作っています。その点につきましてもご安心いただける、はい、ご満足いただける仕様となっております。さすがもうプロショップさんならではの視点ですね。でもう一個聞きたいんですけど、はい、まあ、アルパインさんのこのデジタルミラー、はい、10型のサイズと12型のサイズっていうのがラインナップであるんですけど、ありますこうジムニーのプロショップさんとしてはどちらがおすすめですか、はい、やっぱりジムニーというのはですね室内の、はい、特にこのウィンドの幅限られております、はい、かつ場合によっては助手席とも運転席ともフロントバイザーを下ろしながら走るということも考慮しなければなりません。なるほど、条件によっては、はい、ですのでフロントバイザーを下ろした時の間隔まで考慮しますとこちらの10インチの方が当店ではおすすめさせていただいております。あえての小さいサイズといいますか、まあ、そちらを選ぶのが吉であると、まあ、ジムニーとの室内との自然な感じ一体感というところを重視いたしますと10インチの方をおすすめさせていただいております、うん、ちっちゃい方って言ってますけど純正よりも幅は広がっておりますので視認できる面積が広がっておりますので、はい、十分広い視界を確保させていただいております。当然その純正品よりも、まあ、使い勝手も存在感も大きくありつつも、はい、使い勝手の部分はしっかり損なわず、はい、損なわず、なるほど、はい、ということであればこうプロショップさんとしてはこれはもうかゆいところに手が届く商品であるというようなイメージでしょうかね。そうですね、ぜひともご検討のほど、はい、よろしくお願いします。なるほど、もう気になった方はぜひアピオさんにお問い合わせの方お願いします。お待ちしてます。そ
それでは引き続き高橋さん、はい、またミラーのご紹介ということで別の車に乗り込んでいただいたんですが、はい、これ JB23 型ジムニーですよね。2018年まで発売された JB23 型のジムニーに乗り込みました。乗り込みました。そしてデジタルミラーがついている。なんと JB23 をこよなく愛している方も今までいらっしゃるので、当店としては JB23 にも取り付けを確認いたしましてですね、アピオのデモカーにもこんな風につきますよって形でですね取り付けをいたしました。なるほどですね。これですね、ちょっと気になるんですけど、はい、アルパインのデジタルミラーって、アームごと取り替えの専用設計だと思うんですが、まさか JB23 もこれ対応してらっしゃるんですか。はい、こちらに関しましては純正のアームをそのまま使用させていただいております。その他取り付けに関しましても、はい、バンドタイプですので今までの純正のミラーにかぶせるタイプを採用させていただきました。なんとこれバンドタイプだったんですね。バンドタイプです。いや、バンド感全然ありませんね。そうですね、純正のミラーよりも一回り大きいサイズになりますので、室内から見た時は、はい、違和感なくデザインの良さを味わっていただけるものと思います。そういった取り付け方法がこれもしかするとですよ、JB64 型74型に対応したオープニング画面あったじゃないですか、はい、まさかと思いますけど、さすがに JB23 はないですよね。そんなことがあるわけないじゃないですか。ですよね。のね、オープニング画面が64で再現できたのに、はい、23でそれが再現できるわけないですよ、はい、こんな無理おせないでくださいよ。はい、はい、で本当のところはじゃちょっと見てますか。はい、どうぞ。おー、これはまさしくオープニングが出ましたね。出ましたね。これアピオジムニーですね。アピオジムニーのタクティカルフロントグリルが JB23 のまま、しかもアピオの A マークもついた状態で出てしまいました。出てしまい、うわすごい、そこまでやりましたか。させていただきました。嘘言ってすいませんでした。いや本当にもう役者がかかってますね。いやいや、とんでもません。ここまでやられるってことで、さすがジムニーのプロショップさんですね。やはり今までのアピオジムニー JB23 コンプリとかをですね、過去にですね、まあ、1000台近く販売させていただいておりますので、仙台、はい、未だにそのジムニーをこよなく愛していただいている方もいらっしゃるので、その方にもですね、はい、やはり、良さを味わっていただきたいというお気持ちと、初めてのジムニーが JB23 という方もいらっしゃるので、はい、そういう方にも向けてですね、こういったものもご用意させていただいております。いや、お見それいたしました。いや、もう本当改めて視聴者の方にお伝えします。ジムニーのことはアピオさんにぜひ問い合わせをください。お待ちしております。それでは続いて高橋さん、はい、こちらのジムニーには、はい、デジタルミラー以外のアルパイン製品が装着されていると聞いてるんですが、はい、ちょっとご紹介いただいてもよろしいでしょうか。わかりました。11インチのナビです。11インチのフローティングタイプのビッグ X。 ビッグ X 今までですとこのサイズってジムニーでは確かつけれなかったですよね。つけることができませんでしたね。でかつ、はい、フローティングタイプというのがどうしても手前に出てきてしまうので、はい、フローティングタイプをつけた時の見え方が自然な感じではなくなってしまって、うん、せっかくの大画面を生かしきれなかったというところがありました。しかしながら今回出ました11インチとビッグ X ですけども、はい、取り付け方ですとかですね、はい、形状にですね工夫を凝らせていただきましてですね、はい、このようにつけた時の状態が後付け感の非常に少ない、つまり運転席に座った時に違和感のない仕上がり、はいはい、これはちょっとジムニーのプロショップさんとしてはなんか一個新しい選択肢ができたっていうようなイメージですね。そうですね、ご満足いただけるポイントですね。なんかこのジムニーのユーザーならではの11型を進める理由ってあったりしますかね。ジムニーのお客様ですね、はい、長旅をする方非常に多いです、はいはい、どうしても長旅をしていくとですね、はい、運転をしているとですねお目目が疲れてまいりますね。あ、なるほどなるほど。お目目が疲れた時どんどん細かいところっていうのがやっぱり見えにくくなんですけども、はい、11インチでしたらですね表示が大きいんですので、はい、疲れたお目目にも非常に見やすい仕様になっております。あ、なるほどなるほど。あとですねお話をお伺いするとテレビを見られてる方非常に多いという印象を受けますね。あ、そうですか、はい、ですのでジムニーの車内でも大画面の使ってテレビなどを見ていただけるというですね、はい、ご満足感、通常のお部屋のリビングにいるような感覚でテレビを見ていただけるのかなというふうに思っております。旅の相棒感がジムニーってありますから、そうですね、そういう面においてはその相棒感をよりこうスケールさせるためにはこの11型のナビっていうのはありってことですか、ね、あると思います、はい、ちなみに高橋さん的に他にこうおすすめの機能といいますか11型フローティングビッグ X ならではのものってありますでしょうか。そうですね、ナビをお使いされる方のほとんどはスマートフォンとの連携をされてる方非常に多いと思うんですよ。あ、音楽聴くときとかもそうですよね。はい、Android Auto ですとか、はい、Apple CarPlay などをご利用でナビと連携された方多いと思うんですけども、なるほど、はい、今まではそこをわざわざワイヤーで有線で
はい、つなげなきゃならなかったところ、そうですね、 USB ケーブルでね、そうです、はい、USB ケーブルブスッと走して、はい、どこに置こうかななんていうふうに、はいはいはい、携帯の置き場所なんかも覚悟してた、はい、ことが多いと思うんですよ。今回のこの、ビッグ X につきましては、はい、今まで有線で行ったものを、はい、無線でワイヤレスで行うことができますので、はい、もうバッグの中に入れたままつなげることなく、はい、波にある機能がここで使えますので、はい、そういった部分でお客様のご負担をですね相当減らせると思います。これはもう便利ですよね。車に乗り込みます、走り出しのこの時間ってこうせっかちな方とかっていうのはさささって行きたくなったりもしますもんね。そうですね、そういう面においてはもうジムニーにはもううってつけな、うってつけないってもらうと思います。なるほど、ありがとうございます。それでは高橋さん、はい、ちょっとまずそもそもですね、今回取り付けをされているこの車両のご紹介いただきたいんですが、はい、1個質問していいですか。はい、どうぞ。これ JB64 ですか74ですか、64っぽくないですか。はい、JB64 っぽく見えた点でいうと、おそらく幅が狭くなっている点だと思います。はい、通常の JB74 よりも幅が狭くなっていますけど、こちらは歴史とした JB74 でございます。そうだったんですね。はい、JB74 を64に寄せてナローにされたってことなんです。そうです、あえて狭くした。いやいや、それはちょっと思ってもない発想でしたね。幅を狭くするために取り組まれているポイントっていうのをちょっとお伺いしてもよろしいですか。まずですね、ここの、はい、前後のフェンダーというものを幅の狭いものに交換した、もともとついているフェンダーを外して、はい、幅の狭いアピオのナローフェンダーというものを装着させていただいた。でさらにフェンダーのみならず、もともと純正にあるのでですね、はい、このようにサイドスカートついてたんですけども、はい、このサイドスカートを外させていただいて、はい、ジュラルミン製、ジュラルミン合金製のサイドシールガード、はい、見た目と機能の両方の観点からこのように装着させていただいております。でもう一個気づいたんですよ。どうぞ。タイヤもしかして軽規格サイズのカスタムサイズぐらいですかね。装着させていただいているタイヤはですね、はい、横浜ジオランダーマッドテレーンの G03 ですけども、はい、サイズはですね 6.5016、まあ、俗に言う 650R16 というサイズを装着させていただいております、はい、実際のホイールの方も通常は軽自動車に装着させていただく資格のホイールを装着させていただいております。あえてと、はい、あえてタイヤもアクロの走破性というものを考慮しまして、台形で幅の狭いタイヤというものも装着させていただいてます。そんなところまでちょっと工夫をされてるとか、もう視点としては斜め上を行く形になってるかなと思いますね。なんでそのような車を作られたんでしょうか。うちの河野社長がですね、はい、現行のシエラをこの 1500cc の排気量をそのままに幅を狭くすれば日本の林道に最適なジムニーが作れるのではないかいっていうところから着想を得まして、河野社長が形したという。なるほど。で細かいところを言いますと、はい、台形タイヤをつけてもフェンダーと干渉しないように、実際のここのフェンダーのアーチのラインですね、はい、純正よりも切り上がっております。なるほど。高くしてあるので、はい、ホイールのストロークも稼いでおります。この車両自体も当然リフトアップは施されて、純正よりあのアピオの 40mm アップのサスペンションを装着させていただいております。でもう一点気になる点があったんですけども、はい、色ですよ色、はい、この色ものすごく綺麗に塗り上がってるんですけども、はい、これは塗装されたんでしょうか。これは塗装を行いました。ただ通常の塗装とは違いまして、ラバー系、まあ、ゴムですね、合成ゴム系の塗料を下地に塗装をいたしまして、はい、その上から非常に柔軟性の高いウレタンクリアを塗布しておりまして、このように通常の塗装を行ったかのような表面のツヤ感というものを再現しております。ちなみにこのお色は何て名前なんでしょうか。そう、正式な名前とは決まってないんですけども、あるテントメーカーさんのテントの色を再現しております。そうなんですね、はい、でそのテントと並べた時に非常にコーディネートして絵になるような情景を作り出すためのカラーとなっております。だからこう、はい、なんとも言えないこう味わい深いアースカラーとなってるわけです。そうですね。それでちょっと一個気になったのがですね、ドアのまあ横側っていうんでしょうかね、アピオさんのロゴステッカー、はい、これうまくこう浮き上がってるのは、これはラバー塗装の効果なんでしょうかね、はい、そうですね。こちらはですね、このラバー塗装を施す前にこちらにカッティングシートでアピオのロゴを貼り付けて、その上からラバー塗装を施していますので、さりげないアピオをイメージできるものとなっております。この車の成り立ちも含めてかなり技ありな一台ですね、はい、ありがとうございます。こちらっていうのはお店で展示もされていらっしゃるんでしょうか。はい、基本的にアピオの方の展示車デモカーでございますので、店頭にてご確認ご試乗いただきますので、はい、ぜひ皆様のお越しをお待ちいたしております。ぜひお問い合わせお願いします。お待ちしてます。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。いや今回のですねアピオさんとアルパインさんの計らいはちょっと斜め上を行く企画内容でございました。正直ねこれでね
デジタルミラーそんな興味なかったけどでも欲しくなるジムニーユーザーは結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。もしですね今回ご紹介させていただいたデジタルミラーご興味いただきましたらばぜひアビオさんの方にお問い合わせいただければと思います。結論、ジムニーにデジタルミラーはありよりのありでした。内原考えを改めます。すごいねアルパイン、すごいねアビオ。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。またね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるのでぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。